IBM ホストシステムへアクセスする端末エミュレーター IBM5250 は IBM のミッドレンジコンピュータ用の表示端末装置であり、さらにはそのプロトコルや端末エミュレーター用ソフトウェアを指す。IBM5250 は IBM のミッドレンジコンピュータの専用端末である。基本的には IBM のメインフレームコンピュータの 専用端末装置である IBM3270 のミッドレンジ版と言えるが互換性はない。両者をまとめて3270、32 5250と呼ぶことも多い。3270と同様にキャラクターベースのパネルによるユーザーインターフェースが中心であり、画面制御用のプロセッサーやメモリーを内蔵する。このため当初は アスキー端末と比較して、インテリジェント端末と呼ばれたが、現在では、パーソナルコンピュータ等と比較して、ダム端末と呼ばれることが多い。なお、5250をメインフレーム用の端末であり、3270の合計であるとの記載が見られるが、明らかな間違いである。5250はメインフレームには接続できないし、当時も3270とは並存している。 IBM 3270も IBM 5250も端末装置としては現在は販売されておらず、パーソナルコンピュータ上の端末エミュレータソフトウェアで置き換えられている。ありがとうございます。